はい、どうも、トラ吉の無課金覇王ロード12球団編です。今日でログインが、204日目ですね。はい、204日経ったんですけども、現在2020年6月29日の朝の7時39分なんですけど、まあ月曜日なんですけどね、今回なんとこの12球団編初めてリーグランク9に上がりましたんで、ちょっと報告したいなと思います。はい、この実績見てもらっても分かる通り、リーグランク8でね、3週連続いたんですけども、初めてこの12球団編で初めてねリーグランク9に上がれましたんで、これはもう非常に嬉しいなと思ってます。はい、まあ僕ねこの12球団編とあと阪神純正編というアカウント2つで、どちらもね無課金で覇王を目指してまして、そのまあ阪神純正編の方はね、ログイン280日で覇王は達成してるんですけども、覇王昇格はね達成してるんですけども、こちら12球団編はまあ半年、その阪神純正編を阪神純正編よりね半年遅れぐらいで始めたんですけども、204日目にしてやっとリーグランク9に、昇格しましたんでね、非常に嬉しいなと思ってます。はい、まあざっとですけども、ちょっとオーダーの方を見ますね。はい、チームスピリッツが現在76,950ということで、まあ77,000ちょっと届いてないんですけども、まあ特訓の方もねまだ上げきってない選手も何名かいますし、あとまあ今原達用の A ランクを育てる選手も、何名かいますんでね、77,000はまあ乗ってくるかなと思ってます。77,500ぐらいまでは、現状上がれる見込みはあります。はい、打者の方はこういう感じですね。はい、ピッチャーの方ですけども、ピッチャーの方、まあ、この先発の2の西口選手と抑えの澤田選手、タイムスリップの、ね、第2弾で60連してね澤田選手を取りに行った時に、まあ、西口選手も一緒に取れたんですけども、この2名が、取れたというのは非常に大きかったかなと思います。はい、まあ、今調合ですけどね、特訓まだ間に合ってないんで極めにはなってないんですけども、一応調合まで行ってますし、あとエキサイティングプレイヤーで山岡選手、金子選手が入ったというのと、あと今育成中ですけども、エキサイティングプレイヤーの菅野選手もありますんで、まあ、突なしですけどね、ありますんでね、菅野選手が入れば、まあ、高橋礼選手を中継ぎに回すか、西口選手を回すかでまた強化できるかなと思ってます。まあ204日目でリーグランク9に上がれ、初めて上がれましたんでね、まあ、ちょっと目標も一応無課金で覇王を目指してますんでね、だいぶちょっと見えてきたかなという感じはしてます。まあ、現突の方ね、なかなか、12球団編の方は難しいんでね、ここからが勝負だなとは思ってますけども、ここからまあなかなか覇王に上がるっていうのはなかなか難しいのは分かってるんですけどもね、リーグランク9に上がれたのは非常に良かったかなと思ってます。はい、まあ、特訓とか特殊能力もまだ全然上げきれてませんので、はい、こういう感じですね。まだ、平均特訓レベル 6.8、 合計特殊能力も183、最大コンボ上昇量が7781ということでね、まだまだ強化できる伸びしろはありますんで、まあ覇王に向けてね、ちょっとこれからどんどんその辺も頑張っていきたいなと思ってます。はい、まあ一応今回、ログイン204日目でこの12球団編初めてリーグランク9に上がりましたんでね、一応ご報告させていただきました。はい、ですね、今回まあ契約書の方を開封するんですけども、その前にポルスピ応援団の、途中経過ですけど、あと4日と7時間ありますけども、現在、累計獲得エールが1,885,5,419ということで、まああと1,000万ちょっとですね。で、累計の S ランク TS 契約書第3弾取れますんでね、この辺もちょっときっちりやっていきたいなと思ってます。まあガチャね、10連だけ、TS 第3弾の10連だけやったんですけども、それでまあ250エナジー使いましたけど、あとそれ以外で言うと50エナジーぐらい使ってますかね。はい、合計だから300エナジーぐらい使って、今現状あと4日と7時間残しで、1,900万近くいってるっていう感じですね。はい、ボーナス選手の方ですけども、ボーナスの方は現在イベントボーナスが合計プラス 482% ということです。でボーナス選手 280%、内訳こういう感じですね。はい、ガチャで10連で取れたのが中川選手と、A ランクの本田選手ですね。と A ランクランダムの累計のやつで取れたのがラムレス選手と松井選手という感じです。はい、まあ、こういう感じでやってます。はい、まあまだ4日以上ありますんでね、十分、まあ、そうですね、何日か前にS ランク TS 契約書第3弾取れると思いますんでね、
またそれで強化できればなと思ってます。はい、こういう感じですね。それでは契約書の方開封します。ゴールド契約書5枚と A ランク契約書1枚と A ランク自チーム契約書1枚ありますんで、その7枚ですね、開封していきたいなと思います。それでは最初先にゴールド契約書5枚いきます。1、2、3、4、5枚。はい、このアカウント12球団編ということで12球団で S ランク選手を集めて、純正はねソフトバンク組んでますんで、ソフトバンクで組んでますんで、現状とできる選手かソフトバンクの S ランク選手来てほしいなと思ってます。それではいきます。ゴールド契約書5枚お願いします。S ランク来い。んー、おー、燃えた燃えた、よし、 S ランク来い、 S ランク来い、割れろ割れろ、あー割れへんか。まあまあでも A ランク来ました。さあ来た、おお、銀次選手、楽天ですね、楽天の銀次選手の A ランク来ました。さあもう一枚来い、もう一枚来い、あーないか。はい、まあまあでもそれでもゴールド契約書5枚で、A ランク銀次選手来ましたんで良かったかなと思います。はい、それでは続きまして A ランク契約書いきますね。ちょっと下の方なんですけども、これですね。はい、12球団編ということで、ソフトバンク純正組んでますんで、現状とできる選手来てほしいなと思ってます。お願いします。さあちょっと原価突破できる選手、菅野選手あたり来てほしい。さあ誰、高橋遥人選手、阪神ですね。S ランクは持ってません。はい、残念です。はい、それでは A ランク自チーム契約書なんですけども、まあ一応ねちょっと今回ジャイアンツ巨人で行こうかなと思ってます。はい、欲しい選手が結構巨人の方が多いんで、欲しい選手ですけども、菅野選手、田口選手、岡本選手、デラロサ選手、中川選手、今言うた5名ですね、1,2,3,4,5 名が S ランク持ってますんで、ぜひ来てほしいですね。ちょっと限界突破でちょっと強化していきたいんで、この5名が来てほしいなと思ってます。はい、それでは巨人で A ランク自チーム逆勝いきたいなと思います。ちょっと下の方なんですけども、はい、今言うた巨人の5名の選手お願いします。来い、菅野選手来てくれ、さあ誰、おー、ビエイラ選手か、ビエイラ選手 A ランクよく来るな。まあ S ランク持ってないんですけどね、 A ランク結構来ますね。はい、ちょっと厳しいなやっぱり。はい、まあまあしゃあないですね。はい、今回こんな感じです。はい、まあリーグランク9に初めてこの12球団編上がれましたんで非常に良かったかなと思ってます。はい、プロスペ応援団の方もあと1000万切ってますんでね、いや1000万ちょっとなんでね、頑張って、累計まで行って S ランク TS 契約書第3弾で、欲しい選手取れるように祈ってます。はい、今回こんな感じです。また動画上げますんで見ていただけるとありがたいです。以上、トラ吉12球団編でした。